名城の戦いは、約紀元前1600年に、中国で起こった戦い。湯が、名城から軍を起こし、中国最古の王朝である夏に向けて進軍した。結果、夏は滅亡し湯が陰を起こした。夏の決。西暦150年、三島省、歌唱圏の神社夏の王位が決に渡った際、夏は以前と比べてもはや強くはなかった。決は普段は、不正を働き、 また無責任であった。ケツは自身の宮殿が素朴すぎると感じ、新たな宮殿の建造を命じた。これには7年もの月日を費やし、数万人もの奴隷を働かせ、また多額の資金を使い切った。農民は憤慨した。言う、そうしている間に、黄河の下流の近くにある院は、近くの部族からの支援を得ることに成功した。彼らの祖先である、キサイキビは、 うのために働き、陰の領地を与えられた。陰は、湯の治世中、農業の発展により、ますます力を得ていた。湯は、近くの部族と同盟を結び、また、その配下を丁重に扱った。湯はこれまさによっても支えられた。湯はもともと湯の岐阜の奴隷であったが、湯が結婚した時、湯の料理人となった。湯はまた、当時の情勢を分析したんなる料理人ではなく、 湯の右腕になった。湯は夏を終わらせる決心をした。湯は決に従うことに同意したが、密かに夏王朝を転覆する準備をした。最初に湯はその国民を白という名の場所に移させた。白から夏の首都までの地域は平坦であり、深度を遮る丘や川はほとんどなかった。湯は自分の配下にも寛容だったので、彼らの指示を受けていた。 ほとんどの貴族が幽霊を信じていたように、彼らは、神とその先祖を崇拝することが非常に重要であると信じていた。地理的に、陰に近いクにいた部族は、定期的に祖先を採取せず、湯が犠牲のためにと与えた家畜と羊を食べてしまい、また、動物を送った湯の子供を殺した。湯はこの部族を征服し、さらにいくつかの周辺部族を滅ぼした。しかしケッツは、 優が彼の王位に対する脅威であることを認識していなかった。ありがとうございます。